京本大我くん。大我くんはハワイに行った際に飲食店のママさんと写真を撮ったんですが、ジャニーさんがたまたまその飲食店にいた際に飾っていた大我くんの写真を見つけます。そこからお父様である京本政樹さんに電話が入り、大我くんをスカウトするんですよね。現在はストーンズとしてデビューし、その中でもメインボーカルの役割なので必要不可欠の存在ですよね。森本慎太郎くん。慎太郎くんといえば元平成ジャンプの森本龍太郎くんの弟であり、龍太郎くんが先に事務所には入っていたわけなんですよね。龍太郎くんが出演していたライブの帰りに家族で中華料理を食べていたところ、ジャニーさんが龍太郎くんと間違えて声をかけてきたんですよね。その流れで弟の慎太郎くんもスカウトします。ジュニア時代の慎太郎くんの押され方はすごかったですよね。ちびっこジュニアのセンターであり、数多くのドラマや映画にも出演していました。それぐらいの逸材だったわけですね。現在はストーンズとしてデビューしています。向井浩二くん。